はい、こんにちは。行列 FP の林です。今回はですね、退職を、控えた方にちょっと見ていただきたいんですけれども、退職間近のイデコの出口戦略ということで、最近ね、イデコをやられてる方は多いと思うんですけれども、初めてね、今コツコツ積み立てて、まだ出口遠いよって方は、あまり気にしてないと思うんですけれども、出口を、が近いというような方は、ちょっとね、気にしておいてもらったらいいかなと思います。はい。で、えっとですね、あの、まあ、ことの発端はですね、動画のコメント欄にですね、ご質問がありまして、で、どういう質問かと言いますと、ちょっと全文、掲載させてもらってますけれども、コメ欄にね、ありますね、そっちを見てもらっていいんですけども、1年半前に、57歳で早期退職しました。現在59歳無職ですということで、で、56歳からですね、月1.2万で、イデコを始めまして、57歳で退職金を650円もらいましたと。で、イデコをですね、半年ほど中断していたんですけれども、今現在5万円ずつ所得がないので、所得控除なしのまま積み立てて運用していますということで、これはですね、会社員を出て個人事業主という形になりますと、5万円の積み立てができるようになるということですね。で、18%ほどの運用益を出せていますということで、これはラッキーですね。で、出口の税額控除、所得、退職と所得、退職所得控除ですかね。うまくいけばいい感じになるかなと思ってますというなんですね。はい。で、出口戦略をですね、よく見たら、イデコと退職金を同時にもらって控除を受けますとか、イデコを60でもらって、退職金を65でもらって、控除するっていうことですね。これは退職金が普通の退職金の場合は、一番直近のですね、他にもらった退職金から5年間間を切ると、重複期間がなくなるっていう、特例みたいなルールがありますんで、それを使って、なんていうかな、節税しましょうというような、ちょっと、なんでこんなルールなのかなとか、疑問に感じるようなルールなんですけど、そういうのがルールがありまして、有名なやつですね。方法はよくあるんですけれども、先に退職金をもらった場合ですね、この場合は、どのような受け取り方が有利ですかっていうね、先にですね、先に退職金をもらって、で、後でイデコをもらうということですね。このタイプの話をね、ご質問ある、このようにあったので、今回はその話しようかなということで、投資類型もね、ちょっといろいろ書かれてますけれども、正直わかんないです。この情報だけだと。申し訳ないんですけども、どれぐらい重複しているかとか、いろいろ話がありますんで、個別にはですね、FP 事務所にご相談いただくとか、あるいはその税務署ですね、とか、税理士さんですね、税に詳しいで、税務相談できる方にご相談いただいたら、いいかなと思いますけれども、退職所得控除みたいな計算はご自身でもできるかなと思いますので、FP さんにですね、やり方を教わって自分でやるっていうのが、一番コスパいいかなと思います。はい。ということですね。イデコやりつつ、離職を促せる方も、これ本当にそうですね。イデコは、やれやれって言われてますんで、皆さんね、結構イデコ始める方多いと思うんですけれども、本当、コロナになっ、なる前からなんですけども、なってから特に、早期退職ということで離職を促され、この方も、57歳でね、早期退職されましたということなので、やっぱりその、市場環境というか、そういう雇用環境っていうのも、だんだんその変化してきていますし、ある意味厳しくなってきているというふうなところがありますんで、やっぱり、できるだけね、お金の話っていうのは、有利な形で、合理的にちょっと行動していきたいかなというふうなところですね。特に FP の方、このチャンネル見られてる方多いと思いますね。ご自身もそうですし、あるいはクライアントさんへの、アドバイスですね、をされるときも、やっぱりその辺はね、すごく意識して、やられるといいかなと思いますね。はい。ということで、ご質問の件なんですけれども、イデコより先に退職金をもらった場合の基本ルールなんですけれども、イデコはですね、受取年の前年から14年間で、他の退職金を受け取った場合、その退職金にかかる勤続期間と重複する期間を除くっていうルールがあります。これ日本語だけ読むとですね、全くわけわからないですね。何言ってんだみたいな話なんですけれども、例えばですね、で、このルールをね、図で言うとですね、こんな感じです。イデコ受け取りましたと、この年ね、受け取り年がありますよね、ここにね。
で、この年よりも前に、前年から10年間なんで、まあ、この年から見ると、まあ、もうこの年を入れて15年間ということなんですけども、14年間の間ですね。この間に他の退職金、イデコ以外ですね、の退職金を受け取った場合、イデコの一時金税金が変わります。で、どう変わるかっていうと、重複する期間を除くっていうルールなんですね。勤続期間。退職者、FP であれば、ご存知かなと思うんですけども、退職所得控除っていうのは、勤続年数、勤続期間によって、額が変わりますよね。なので、この勤続年数が何年になるかっていうのは非常に重要な、数字になります。だけど、そのイデコの場合ですね、さっき他の退職金の場合は5年間つったんですけれども、イデコの場合は、この、まあ、受取年も含めて15年間ですね。前年から見て14年間。なので、本当に15年経たないと、これ、なんていうかな、リセットされないんですよ、重複期間が。だから、すごくイデコを受け取る、後でイデコを受け取るっていう場合は、不利な、他の退職金に比べてですね、不利な扱いになってるっていうのは覚えておいてください。で、イデコは70歳まで受け取りできますね、今のところね。まあ、この辺で制度変わってくる可能性はもちろんあるんですけれども、今のところ70歳。ですので、この15年、70歳から見て15年間ですね。なので、55歳以降に退職金を受け取った場合は必ず影響を受けます。で、必ず税金が増えるってわけではないです。必ず影響を受けます。で、どう受けるかっていうのはすごくややこしいので、もう本当にこれ個別で考える必要があるんですけれども。ですので、先ほどね、ご質問いただいた方の場合は、もう50、何歳でしたっけね。56でしたっけ ?55 でしたっけ ちょっと忘れました。ちょっと待って。はい。57歳です。正規体ですね。57歳で退職金をもらってますので、これは影響を受けます。ってことですね。はい。じゃあ、ですね、もうちょっとまあ理解を深めましょうということで、せっかくですのでね、事例のその図を持ってきたんですけれども、A 社でね、20年間働いてましたと。で、途中ですね、まあ、40歳入社して、45歳からイデコに加入して、15年間イデコやってましたというふうなケースですね。で、60歳で A 社の退職金を1000万円いただきましたと。で、61歳ですね、の翌年ですね、翌年にイデコの一時金500万円いただきましたと。ただいたというか、まあ、自分で積み立てたものでね、引き出した、一時金として、まあ、払い出したというのが正解ですけども。はい。こういったケースはですね、どうなるかって言いますと、退職所得控除に使える期間はゼロになります。なんでかっていうと、この61歳から見て、前年から14年間ですので、なんだ、60から14引くと、46ですか。46、まで、歳までに受け取った退職金は、の、おなんていうかな、その退職金にかかる、勤続期間の重複は除きますという話なので、これも60歳、もう前年にね、60歳で、退職金1000万もらってますので、じゃあこの1000万の、勤続年数、勤続期間というのは、この A 社の20年間ですね。この部分ですね。この部分。で、この部分とイデコの虚数の期間、この部分ですね。これ、この間重複してるじゃないですか。ここからここ。この間ね。わかります？ここからここ。これ重複してますので、もうまるっと重複してますよね、イデコはね。ここ、15年間。なので、ゼロなんです。15年間重複してるんで。ということなんですね。こういう考え方をします。ただ、この重複っていう考え方は癖もので、実はこの20年間で僕ざっくり言いましたけれども、実は、この退職金の金額、もらう金額によって、この20年間っていうのも、実は勤続年数短くなることなんです。ちょっともう、これね、言い出すともう際限なくなるので、ちょっとやめときますけれども、動画のね、コメント欄、詳細欄かに、リンク、詳しく、僕、記事と動画で解説するのがあって、それ見ていただいたら分かると思いますんで、まあ、本当に詳しく知りたい方は、そちらもね、ご覧いただいたらいいかなと思います。はい。まあ、ざっくりとそういうことです。まあ、これは、20年間の勤続年数があるとすれば、この15年間とね、重複してますので、この期間ね。なので、イデコにかかる退職所得控除に使える勤続期間っていうのはゼロです。はい。ただ、最低控除額の80万円っていうのはありますので、計算式としてですね、500万から80万
引いた分の割引で退職した工事は最後半分にしますんで、で210万が61歳の年にイデコ受け付金を取りましたよ、でもそれこれ以外の退職金はありませんよというふうな場合の退職所得として課税されますというふうな話ですね。なので、まあ、課税されちゃうんで、じゃあこれずらした方が絶対損なのかっていうと、実はそうでもなくって、じゃあだから50歳の時に、一緒に受け取りますと。だから1500万受け取りますというふうにした場合に、じゃあそっちの方が、なんていうかな、損する場合もあるんですよ。退職金と利益の金で、1500万になっちゃうんで、この20年間のね、退職所得控除を引いた後の税金っていうのが、まあ、大きくなっちゃう可能性ってありますよね。だとすると、やっぱり、ここの15年間まるっと使えないんだけれども、翌年に受け取った方が、まあ、この計算式ありますよね。この計算式見たときに、実はお得だというふうな話もあるんですよ。なので、本当にね、ケースバイケースです。もうめちゃくちゃややこしいんですね。だからこの金額だけで受け取る時期と順番だけではなくて、この重複がどうなってますかみたいな話もあるので、本当頭いいですね。この計算するときは。でもね、受け取り方によってやっぱり何十万もね、税金変わってくることありますんで、まあ、それなりに、真剣に考えてほしい部分ではありますね。だから FP さんも、まあ、クライアントさんに、まあ、こういう相談されたときに、しっかり変わるんですよと、いろんな戦略によって、だいぶ金額が変わりますよっていうことは、しっかりお伝えして、まあ、必要であれば、まあ、こういうケースでね、お伝えして、まあ、税理士さんだったら、もう、直接、税務さんで受ければいいと思いますし、まあ、そんな形でですね、お悩みを解決してあげるというようなところが大事かなと思いますね。はい。で、もう一つですね、これ、一時金の話だけしてますけれども、年金として受け取った場合、これは全然違いますね。年金は、退職金ではなくて、いわゆる年金という形で、課税されてきますので、じゃあ、他の年金と合わせて、雑所得ですね、になりますけれども、じゃあそこの課税額がいくらか、というふうなところも、関わってきますので、これ、日比さんだったら、皆さんご存知ですね、雑所得、公的年金と、の枠になりますので、まあ、そこの控除ありますよね、またね。これも年によってまた別々ですけれども、そういったところの控除した上で、じゃあ税額となりますとか、トータルね。例えば61歳から、まあ、5年か10年間受け取りますとなった時に、どういうふうな税金になりますかっていうのはある程度シミュレーションできると思いますので、そこもですね、比較しながら、じゃあどっちが有利なのかなみたいなところを睨んでいけばいいのかなと。な感じですね。だから本当にね、めんどくさいです、ここは。僕も嫌ですね。あんまりやりたくないところですね。めんどくさいんで。だけど、まあ、せっかくなんでね、やっぱり退職金もそうですし、イデコも、まあ、長いこと続けていれば、金額もね、膨らんできますので、まあ、目を背けるのはちょっと難しいかなというところですね。はい。ということで、最後まとめていきますけれども、イデコはですね、一時金受け取りの過去10年間、過去というか前年から見てですね、前年から見て10年間の重複 を見ますというルールがありますので、これは必ず覚えておいてください。はい。ということで、イデコの場合ですね、まあ、70歳までの受け取りになりますので、55歳以降の退職金受け取った場合は必ずイデコに影響を受けるというふうな形ですね。まあ、必ずって書いてますけど、これ、イデコ一時金で受けた場合ですね。年金で受ける場合は、ちょっとこれ影響を受けませんので、これはまた別です。はい。で、退職金と一緒に受け取るかずらす、1年ね、ずらしたりとか、何年かずらしたり。っていうのは、どちらが得になるかとも、本当に状況して、ケースバイケースとしか言えないんですよね。だから、すごくややこしいルールを知った上で、どっちが有利かなっていうふうなことを、やっぱり見ていくんですよね。だから、一般の方はですね、なかなかそこまで、こう、難しいと思いますんで、まあ、詳しい、お近くの FP さん、そういったことの相談ができる FP さんがいれば、相談された方がいいかなというような気がしますね。はい。で、場合によって年金受け取りも選択肢になりますので、まあ、十分ね、どっちが得かというと、年金受け取りという場合もお得な場合もありますので、まあ、そういったところも選択肢に入れておいてほしいかなと思います。はい。で、4番ですね。税金も大事ですけれども、退職後の収入を増やすっていうのが最もそのライフプランを改善する上でパワフルであるってことは、これは絶対忘れないでほしいですね。収入を増やす。もうね、やっぱり、まあ、税金も大事ですよ。税金も、例えば計算して、ね、何十万、20万、30万を切っといたって、それは嬉しいですよね、すごくね。だけれども、その、じゃあ20万、30万、
一回こっきりの影響ですし、収入を増やすという何年もね、例えば60歳以降退職して、65歳まで生きてるけれども、65歳以降はもうゼロだというような形になると、やっぱりその大きいわけですね。アルバイトレベルの収入でも年間100万の収入があれば、もう全然これインパクト違いますよね。それが、例えば5年間、65歳から70歳続ければ、税金考えなければ、年100万あれば500万の、のパワーがありますね。退職所得の話をして、数十万に比べたら、やっぱり10倍、20倍のパワーがありますんで、そこは、忘れないで、ほしいということですね。収入を増やすっていうのはすごく大事です。はい。ということで、今回ね、以上になります。ちょっとね、ややこしい話でしたけれども、FP さんであれば、ちょっと必ず覚えておいてほしいところかなと思いますので、ぜひですね、参考にしていただいたら嬉しいかなと思います。はい。ということで、また別のね、動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。